はい、どうもエルザレッドです。それではスプラトゥーンやっていきましょうということで、Wii U の1ですね、をやっていきたいなと思います。で、そうですね、僕スプラトゥーンは2はあんなにしてるんですけど、1は初めてなので、ちょっと1をねやってみたいなということで、ちょっと買ってきました。めちゃくちゃ安く買いましたけどね。いやーね、本体と合わせて6000円というなんとも安くで手に入ってしまったんでね、まあちょっとね楽しみながらやろうかなと。さあ、相変わらず、まあ、タコちゃんは出ないだろうと思うんでね、イカちゃん満喫していきたいなと。さあ、君もイカしたやつになりたいか、ならば目指すはこの先にあるハイカラシティ。いや、ほぼここら辺は一緒だね。ハイカラシティなんだね。はっきり言って、まだ君はダサい。ああ、全く一緒、セリフが。普通も同じだもんね。まずは生かしたアクションをその体に叩き込むんだ。さあね、問題はね、こうだよね。Y で修正まだ効かない。F2、これ一緒だね。ちょっと待った。マジでこんなにやりにくいの？あ、移動は一緒だね。あ、直った直った。ああ、これ難しいなー。河川と一緒、ゴムはあるね。さあ、意外とこうスティックの方は細いんだね。え、あ、若葉だね。曲も全然違うね。流れ方がね、音の感じが結構ロックとかそっちかな、ハード系な感じだね。あ、でもギターの音とかいいね、エレキのね。まあ、ワイセット首を楽にって言うけどさ、めちゃくちゃ重いんだよね。さて、あ、で、あれなんだ、ジャンプボタンは B じゃなくて X なんだ。はー、つらい。うわ、これめっちゃめんどくさい。そっか、これよくワンしてたね。あ、でも、こんな感じか。はいはい。あ、これ、ラジンステップが強かったのなんかわかるね。ジャンプがめんどくさいもんな。そしても、それで、こうね、向くのがね、結構大変。あ、やっぱちょっと、X だと違うね、タイミングがね。合わないな。金網を抜けられるのか。ああ、そういうことか。はいはいはい。さあ、繰り返すとなんかあるから、まあこの辺りはね、練習だからね。まあ結構上りはシビアだね、判定。難しいなあ。普通が本当楽に感じるね。はい、おお、気持ちいい。さあ、これで終わりか。あの中入れたらよかったんだけどな。はあ、結構周りを、これ懐かしいんじゃないかな、ワンしてた人はね。いや、全然違うな。ああ、結構木の作りとかねしっかりしてるね。さあさあ、じゃあウォーミングバッチリなんでね、ウォーミングアップはね、行きましょう。さあ、スプラトゥーンやっていきますかね。全然ちげえ。キツネとタヌキなんだ、モデルが。はあ、いや、全然違うね。おお、手のマークが。お、アオリちゃん、ホタルちゃんだね。そっか、ワンは塩カラーズか。はあ、
さあレギマがジャラジャラジャラパン、ひらめがおかだち、知らない、2ではないからね。エコやね。おお、アンチョビットね。アンチョビットなんかでも見た目違かったね。バンと箱フグ、おお、似た感じ。塩波油田、なんだここ。いやー、ほんと2で見ないマップが多いね。お、臨時ニュース、あ、へえ、オーデン、オーデンチナマズいるんだね。謎の失踪。あー、読みやすく漢字は使ってないのね。電気不足にしょ。まあ、大丈夫しょ。軽いね。UFO 現れ。ないことないんじゃね。結構あれだね。ホタルちゃんの喋り方はそんな感じなんだね。さあ。ハイクラシーンやってきました。生かした奴らが集まるハイクラシーンの広場だと。日々生かした奴らが生かしたバトルで楽しんでいるぞ。一回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 。さあ、ここが生かすツリー、ハイクラシーンの名物。確かにあったね。特許タワーみたいなのかな、スカイツリーとかあっちかな。生かすツリーの1階にはバトルの参加するためのロビーがある。おお、結構しっかりしてる。ブイヤベース。ファッションビル。ああ、混ぜ込んでいい出し取りそうやね。バトルで活躍する生かした武器やギアはここで揃えよう。ただ、ショップの店員は生かしてない奴は全く相手にしないから気をつけろ。ああ、2と一緒だね、そのあたりはね。あの建物の2階にあるのがバトル道場。へえ。では、友達と2人で1対1のバトルができると。ああ、そういうことか。だからタイマンが多いのか。あれ誰だっけ。それじゃあ次は、お、当たり目。ワンは出てたんだね。さあ、で今回まあちょっとね、まず中見てちょっと覗いたりしてね。いや、僕のあたりとかワンしてた人、本当懐かしいんじゃないかな。悪い顔しとるわ。へえ、結構見覚えのある格好が多いね。おお、ジャッジ君相変わらず寝てるね。今処理した回数覚えておくぞと。頑張って処理を重ねていき。まだ生かしてない。生かすというロビーで縄張りと。そうそう。で、今回何をしていくかと、ワンについてはね。で、やっていくこととしては、ヒーローモードの方をメインでやっていこうかなと思います。とりあえず、やったことないんでヒーローモードして、それから縄張りをのんびり、ガチマとかね、切り替えてやっていこうかなと思います。ということで、多分ここが、その場所だと思うんで、早速入っていきましょう。おー、すごい。いやー、なんか今にも、死にそうな。た、たた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 た。タコが来よる。あ、助けてじゃないんだね。はっ。いや、相変わらず目がめっちゃ出てるな。を取り乱してすまんかった。わしは旧カラスと身舞台、当たり目指令じゃん。おー、そうなんだね。いい目をしておる。鬼子のような若者、待っておったんじゃ。ハイカラシティのエネルギー源、オーデンチのマズが消えた事件を知っておるか。町の者は誰も存在を信じぬが、あれはタコ軍団オクタリアンの仕業だ。キャツラ、100年前のオーナー割りバトルのリベンジのため、オーデンチの技を狙っておった。わしはずーっとたった一人でキャツラと見張っとったんだが、天日干しをしてる間にオーデンチの技を奪われてしまったんじゃ。情けない。大したことねえな。頼む、わしに協力してくれんか。キャツラがオーデンチの技を取り返すんじゃ。返事はしないからやっぱそうなるよね。黙っとるちゅうことはイエスちゅうことじゃなと。おお、かっこいい。
へえ、めっちゃかっこいいじゃん。よし、今日から欲しい。ニューカラストンビ部隊。隊員3号にイメージ。あ、へえ、やっぱ、ワンの主人公が3号であれ、2出てきてたんだね。キャッツアラのインクに対抗できるよう特製のヒーロースーツを触れてやろう。サイズもぴったり。1号、2号のお下がりジャガと。ほんじゃ、レッツゴー。ピカ、よろしく。ちょっと待って。はいはい。塗ってみつけるじゃん。了解。ちょっと待って。シューターかっこよすぎね。これすごいね。あと、性能はまあ、ヒーローシューターなんだろうけど。さあ、とりあえず。パワーアップ。めっちゃかっけえな。連射速度 1.2 倍。500個。あ、タンク容量。なんか、2より説明丁寧じゃん。マジで。お、ミステリーファイルもあるんだね。当たり目さんが、そのまま、もしかして。まんまか。取ろうともしない。へえ。お、あ、はあ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 。そんな感じ。音も夜間の音のまんま。へえ。なんかないのかな。まあまあ、でもちょっと、楽しみながらやっていきたいんでね、早速、いきますか。タコトルーパーの秘密基地と電池ナマズを取り戻せ。さあ、1面は大体3つぐらいかな。おー、すげえ、ポーズ取ってた。めっちゃ新鮮。かっこよかったね、ポーズがね。いいな、そういう細かいに取ってるのやっぱいいね。さあ、ボタンは一応ね、覚えたんで、あー、設定変えればよかったかな。ちょっと、動きが、画面の動きが悪い。さあ、まあそれはクリアしてからにしようかな。さあ、隠れる。回り込めと。あら、そんな後ろ 見せてくれるの。さあ、左上は何かな、ライフかな、もしかして。壁の写真呼吸、戦場の鉄則ということで。ほい。ああ。まあ、そうなるよね。こういう感じで、ね、選択しながら。意外とバレる。意外とそのあたりは、1より、2より1の方がね、なんか鈍いのかな。まあいいや。さあ、飛んじゃって、シュッとね。まあ、周囲を反らしてから。おお。マジか。まんま。まんま当たんないか。怖え。はい。特にアイテムはないかな。さあ、ボムで注意をそらす。ボム好きだな、相変わらず。おぉ。あわるねー。さあ、これで、あ、下は特に大丈夫だったんだね。回転が遅い。さあ、あ、でも2よりかなんか1は優しい気がするな。さあ、ここは気合突撃じゃということで。頭当てるとほぼ一発かな。そういうわけでもないかな。上絶対なんかあるでしょう。やっぱあったー。さて、ミステリー。ミステリーだっけ、なんかあったからね。手に入ったね。いやー、新鮮。めっちゃ楽しい。めちゃくちゃ楽しい。アーマーは、これ、あーははは。見覚えある。
ナゴになったの。さあ、相変わらず鍵は一緒か。2の方がちょっとスマートになってる感じか。いいね。おい、お互い固まってくれてたね。超楽。さあ、この辺りはアイテムはない感じか。煮干しもあるのかな。てか、あれだね。イクラのマークついてるんだけど、あれ、鮭のマークだね。サーモンランは2は確かない。2と1はないよね、確かに。あ、ナマズくんがいる。まあね、これとりあえずヒーロモードして操作慣れてしまってねっていうところが強いんでね。さあ鍵ゲット。鍵ゲットして、意外と敵は湧いてきたね。湧いてくるよね、やっぱね。いた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 、危ない危ない。さあ開けると、おお、電池ナマズ発見。ラスベキットじゃい。はい。あ、へえ、ポーズかわいい。ボルトじゃん。ははは。これだけなんだ。煮干し集めなくていいんだね。ナマズは古来よりエネルギー源として重宝されてきた。ハイカラシティの電力供給も5年200歳の大電池ナマズによるものだと。はあ、初めての任務ご苦労じゃった。さすがわしが見込んだだけはあるわいと。そうだね。じゃあちょっと設定いじろっかな。さあ戻ってきました。カメラ感度上げてきたんでね。まさかのハイカラシティに戻らないとダメっていう、ね、ちょっと意外やったな。まあね、タッチパネルの方に出るのかなとか思ってたんだけど、そっちに別に出るわけでもなく、そんな感じでしたね。そこで、ここ意外と、あー、ナマズが足りないとかあるのか。ミニゲーム的要素は特になしか。じゃあ次行きましょいと。黄昏のタケ、あ、タケコプターだ。黄昏のタコプター、ダッシュ、ジャンプで駆け抜けろと。さあね、ジャンプボタンがね、X ボタンなんで、まあ、2からしてると、ジャンプボタンっていうかね、ジャンプボタンっていうか、こっちは、なんていうかな、マップを開くボタンなんでね。で、マップ自体はタッチパッドの方か。なんで、ちょっとね、そのあたりは、操作的にはね、さあ早く落ちてるか。超楽しい、新鮮やな。動きもちょっとヌルヌルではないね。ちょっとかくついてる感じが悪くはない。さあグッジョブーと。おっと、あ、いくら早く集めて、連射性を上げときたいね。あ、この音楽も懐かしい。でけえな、これ。あ、そういう感じか。これはもう普通に、この移動だけなんだね、レールはね。さあ、チェックポイント。あれ？アーマー持ってたか。このイカちゃん状態も変わんないね。意外と曲者が難しいね。おお、ぶね。はい、こう。さあ、これはスーパーショット。はあ、押し込んで、ZR じゃん。おお、どういう風に打てるの？しかも、あ、壁は越えるのか。スペシャルの押すボタンはほんと勝手悪いね。上の方にあるからさ、ボタンがほんと押しづらいね。
外と当たらんか。あ、やっぱそこだよね。いいゲットしよう。あの操作感覚えてしまえば操作自体は問題なさそうだね。さて最初にちょっとイクラをね集めていきたいんでね。うい、いやー面白い全然違う、普通に面白いな。いやー独特だなー、本当ワンも。できるかな、よし、いけた。さて、あ、はー、そういうこと、アンテナつくんだ。ヘッドホン、緑色なワンのアーマー3つつけた状態だったんだよ。さて、あいつはここは当たり判定ね。やめてくれ。おお。これ強いか。ちょっと今疑問に思ったんだけど。あら、当たってる。さあさあ。いやー可愛いなこのポーズ。なんかほんと2とポーズの感じが違うよね。1の方がちょっとイケイケな感じというか。さあ3か、オクタリアンの乗る機械のようだが中には何も入っていない。一体どうやって動いているのか。いや、やる気さえあればなんとかなるのかもしれない。あれ、俺間違えて3面先にしたか。あ、ここだね。まさかの飛ばしたね。じゃあタコボールの隅か、塗って登って大作戦。さあやっていきましょうかね。お、見覚えがある。ワンから出てたんだね今のキャラはね。ほい、登れない、登れない、登らせて、ドーン。おお、気持ちいい。なんか見覚えのある感じのマップ構成だね。危なっ。さあ200ちょいか。いいね、こういう。さすがにこの辺りはないよね。こうやってじっくり見ることもないからね。さあ、行こう。あ、びっくりした。そこに乗るかと思った。お、なんだこいつ。タコボールはインクに沈めんと倒せんぞ。へぇー。じゃあ、はい。こういうことね。へぇー。あれは初めて見たな。ワンだけなのかな。タコボール。あー、エイトボール。とりあえず売ってたらどうにかなる。あー、君は出てくるね。インクリーナー。うん、普通。へー、すごい機械地見てるね、この辺りね。おー、ほほう。したした。あ、意外と濡れない。いるよね。ほい。さよなら。かわいそう。あ、なんかこの動き見たことあるね、2でね。あ、じゃあ1してた人はほんとあれ、その動きっていうの多かったんだろうね。あ、いけない。いい。あ、次。あ、次ね。しかも弾いても
あの打ったら弾けていくんだね。めんどくさいな、それはそれで。シンプルに上か。あー、なんかおなじみって感じだね。危なっ。さあさあ、飛ばしていこうかね。うん。これ自分のところにこう巻いてたら一番いいね。お、なんかキャノンは、あれ見覚えあるね。お、信号機がある。その調子じゃって言われてもな。さすがにそこはいけんか。はい、よし。絶対違うと思うんだよな。飛んでそこに行く感じがするんだよな。行けなくはないだろうけど、まあ、ちゃんとね、ルールに沿っていきますか。あれ？ミステリーが？ちゃちゃ、そこじゃない。そうそう。あれ？マジか。ミステリーどっか見落としたか。いやー、この辺りはまた探し行くかね。ゴール。あー、ボスは1ってか2も最初こんな感じだったよね。さあ、電磁ナマズのパワーで蓋が開いたぞと。ボス夜間に向かうんじゃ。ボス夜間ね。じゃあ、ちょっとね、ちょっと探しに一つだけね。さあ、二つ目、無事取ってきました。わしらオクタリアンの世界は地下にあるんじゃ。洞窟同士は夜間の伝送装置で生き生きするんじゃよと。僕たちの住んでるとこはこうなっていたんだね。あ、オクタリアンの情報か。はい、あー、ということで、通りで8の時は、地下からスタートするのはそういうことね。さあ、じゃあ、ボスですね。荒ぶる唇、タコツボックス。タコツボックス。さあ、最初のボスはどんな感じになるかな。なんか、2とつながりがありそうなステージだが、見覚えあるね。回収される。あー、やっぱ君か。やっぱ君か。ふーでは途中で出てきたけど、多分前の記憶があっていれば。あ、ボンミス。あー、意外と。あ、いや、普通にやらかした。あ、あれは残機数ね。はいはい。意外と。意外とこういう判定は厳しめなのね。はい。はい。一回ね。さあ、次は開くよね。開くわけじゃない。こうして、いやー、2でね、散々やったからね。
あ、やっぱそんな感じか。おーっと。まあまあ濡れてるからいいよね。はい。そんなに強くはないか、さすがに。あれ、てかここもミステリー系あるのか。ああ、次は動くパターンだ。あるのかな。箱が、いや、意外とないかな。クリアしてから出るかな、もしかして。ミステリー系は、まあでもね、結構ね、おい。やべ、舐めてかかったら。いかんかったね。一発か。はい、あー、発生。いやー、意外とめんどくさかったな。なかなか相手にはしたくない感じだったけど。あー、ちゃんと出るのね、倒したらね。はい、ゲット。で、回って、ほい。さあ、ワンステージ目のボスは撃破と。ヌヌキャツラ、戦略タコツブ兵器まで。トマーレ3号、あっぱれじゃ。引き続きよろしく頼むぞい。オーデンチのマズはまだまだ先じゃと。全部で5マップかな、なんか見た感じね。さあ、4つ目の。タイタコ用。タイタコ用試作戦術兵器と。設計技術者、カンブリア武器の際。ハイカラシティ 2-1、ブイヤベース1回、カンブリアームズと。ああ、最後なんかあれかな。武器地のことかな。お、ショートした。お、イヤゲート開いたぞ。そんな感じなのね。あ、次の目に、ほい。1と違ってこう、あ、1と2と違って全部つながってるんだね。じゃあ、あの辺りも最終的に行くわけか。そっかそっか。はい、ということで、今回はここまでにしましょう。まあ、今回は面の数も少なかったんで、1面で終わりですが、2面はどんくらいあるかな、場所的にね。まあ、3、4面ぐらいあって、ボスまで行ったらいい時間になると思うんで、次回もまた頑張っていきたいなと思います。ということで、そうですね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、スプラ1じゃなくて2の方で参加型もしますので、そちらの方もぜひ、参加していただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。